もう本当格闘技にかける思いはもうとにかく世界一取るだけ、もそれだけです。目の前の相手を一人一人必ず、まあ、KO か一本で倒す、もうそのぐらいのつもりで練習はやってきました。ハワイのホノルルにグレイシーテクニックスジムっていう UAC のチャンピオンのマックス・ホロウェイがいるジムがあって、今はもう世界一取るんだったら世界一のジム行くしかないでしょっていう、ただそれだけの、まあ、気持ちで何も考えず行きました。ハワイから帰ってきてなんだかんだ注目してもらって、大塚選手に負けて、まあ、勝っても負けてもずっとついてきてくれてる人たちがいるので、思いっきりぶっ飛ばして KO する、思いっきり一本取る、それだけですね。コロナもあって、まあ、なかなかできずにいたんですけども、まあでも自分にとってはいい強くなるための期間かなと思って、まあしっかり練習してきました。知らない。まあもちろん試合決まって映像は見ましたけど、あ、印象ね、印象ない。やっぱりレスリング力の強い選手なのかなって思ってます。で、打撃も思い切りが良くて、トータルで見たら今年の方がトータルバランスは取れてるのかなって思ってます。警部の橋本裕太です。普段は会社員をやっていて、まあ、土曜日だけ石渡さんの元で強度高めのスパーリングをして練習している感じです。簡単なミスをしてしまって、そのミスが2個3個続いて、まあ、1本負けっていう形になっちゃったんですけど、上のレベルに行くとその1つのミスで決まってしまうんだなって実感して、今はその細かい部分を見直すような練習に取り組んでます。私の中で格闘技って趣味なんですよ、あくまで。まあ、会社員でも趣味の延長でもちゃんとなれるぞっていうのを証明したいです。まあとりあえず橋本見とけよっていう感じ。あの相当強くなってるから、俺あの映像で研究してくるかもしれないけど、それ当てにならないと思うよ多分。まあ、全体通して勝ちたいなと思って。おい橋本、ボコボコにしてやるから楽しみにしてろよ。負けたら俺これ持ってキングユーキに名前変えてやるよ、よろしく。それはまあそう言っているなら変えてもらいましょう。だけど負けオーバーしないようにしてほしいですね。じゃあ橋本真也に改名します。